どうもなおちんです。本日も妖怪ウォッチ1やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日も黒に戦っていきます。使うパーティーこれです。サファイニャン、サファイニャン、サファイニャンで光栄にダイヤニャン3体です。ちょっとねサファイニャンのこの真ん中のやつがちょっとね弱いんだよね。うん、横のやつらは結構素早さが280とか、まあ鬼人のバッジ装備してるんだけどね、それぐらいまで上がってるんだけども、真ん中のやつがね素早さ250で HP も360なのよ。弱い一体だけなんかちょっと弱く成長しちゃってこんな感じですけども、まあサファイニャン3体でどんな感じなのかいきます。以前ねダイヤニャン3体で行って、結構良かったのよ。でもこいつらはそれにさらに素早さが50プラスになっているので、もっと安定するかなと思うんだよね。まあ HP 吸収はしないけども、どうでしょう、やってみますね。どうだ、よーし来た。では行きましょうか。まあ攻撃スピードとしてはめちゃくちゃ高いからね。どうだ、あー2発くらえば死ぬね。2発くらえば死ぬからしっかりと回復は入れて、あ違う、真ん中だからだ。真ん中のサファイニャンは特に弱いんで、そうかそうか、そういうことか。どうだ、押し込まれなければいける。やった、サナギだ、サナギゲット。あー、いやー、やっぱり2発くらいは死ぬよ。死ぬけどもちゃんとあれだね、敵のね攻撃1回につきこっちがかなり攻撃するんで、アイテムが間に合う。強っ鬼のような攻撃速度。あ、やっぱね、あのねダイヤニャンでやった時と全然違う。攻撃回数がもう鬼のようだ。結構違うね、違う違う。これ多分ねサファイニャンが最速で倒せるかもしれない。いやどうだろう、あルビーとかも、あーどうだろうね、ルビーだったら力が強いからね、あれに吸血の牙でガシガシ回復させてもいいんだな。おいおい、まあまあまあこれではねやられます、もちろんそれは分かってる。おう、いやー快適、快適だわ。ダイヤニャンの時も快適だったんだけども、サファイアの方が快適かもしれない。まあ確かにね、回復アイテムを毎回毎回使わなきゃいけないんだけども、それでもねもう攻撃速度がめちゃくちゃ高いからすごくねやってて気持ちいい。強っやばいぐらい強いね。もう終わりだ、そろそろ。倒せる、もう倒せるな、これもうそろそろフィニッシュでいけますね。はい、うわサファイニャンは強い。うん、これ最速で倒せるかもしれない。いや、わかんないわかんない。他の宝石ニャンの方がいいかもしれないけど、今まででね、一番早く倒せたし、これ気持ちよくいけた。あ、いや、素晴らしいな、これ。サファイニャンめちゃくちゃ素晴らしい。はい。まあまあ、能力値がこんな感じよ。鬼人のバッジを装備して、素早さが270とか、まあ一番いいやつが282。
全員がさ、280超えとかになれば、むちゃくちゃ良かったんだけどね。やっぱり、初期ステータスとか、あと、育成の時によってだいぶ変わってくるけど、そうね。でも、全然いい。素晴らしい。いやー、これめちゃくちゃ強いサファイアンを育てたくなってきたな。素早さ300超えとか。それぐらいのやつ、出てくれれば嬉しいけどね。はい。まあ、とりあえず、今日は、このパーティー、やってみました。むちゃくちゃ強かった。すごい、やってて気持ちいいパーティー。なので、やってみてください。ということで、またやっていきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴、ありがとうございました。